ニューヨークのライブハウス。思うような反応を得られずに大きな挫折感とともに帰国した三振奏者。危機感を感じてないやったら、なんかやってる意味ない。三振規定じゃないかな。壁を乗り越えるために選んだ手段は自分を追い込むこと。歌に寄り添った三振、気持ちは結構伝わって。果たして次の一歩を踏み出すことができたのか。マールボロゴールドと共に歩み出した夢が新たなステージに上がる。帰国して待ち受けていたのはニューヨーク行きを提案したドリームプロデューサーたち、振付集団エアーマン、そして放送作家倉本光。義母和也が持ち帰った課題に対して厳しい指摘が浴びせられる。やっぱそのこう伝えたいっていう熱い思いとか弱かったんですかね。語り始めたのはニューヨークで実感した世界の壁。三振の音っていうものが劇場的ではないから引き止められなかったのかな、漠然と弱い感じがしたんですよね。もう君は負けている、どれぐらい落ち込んだの。三振という楽器の珍しさで盛り上がっていたんだと思います、じゃあ三振じゃなくていいじゃん、三振のせいになってるよ。三振否定じゃないかな。三振に対するこだわりが伝わらないもどかしさ、思わず弱音を吐いている自分が情けない。あの絵とこの絵をつなぐ歌なんだなっていうところにやっぱ俺らはグッとくるわけじゃないですか。パフォーマンスをチェックする。ニューヨークと同じようにギター伴奏を加えた。あの時の悔しさを思い浮かべる。聴かせる技術は上達したはずだった。その歌を聴くより歌詞カードを読んだ方が感動するような気がする。三振でどうしたいかっていうのがちょっとそれが伝わりづらい。もう絶対これ言いたいね。だから歌ってまうね。その感覚で歌作れるかどうかよ。ギターの音が今度ないバージョン で自分の好きなテンポで。求められたのはギター伴奏をなくすこと。昔誰かが作った気持ちよく聴いてもらうことよりメッセージを強く伝えることに集中する。最高の素材ができたと思う。それをもう義母君がどう料理していくのか。だから言葉を超えるよりもさ、次元を超えようとしてるわけやんか。そのためにやっぱり自問自答した方がいいと思うし、まず自分で歌ったのを録音して一回聞いてみろよ。はい。求められるのは次元を超えた表現力。果たして答えは見つかるのか。プロジェクトイグナイトに参加することで気づいた自分の現在位置。掲げた夢を実現するため超えるべきハードルと向き合う。目まぐるしく変わる状況に対応するため、これまでかき集めてきた全ての機材を用意する。聞こえるのは数分前の自分。よくも悪くもないって感じです。嬉しいこと想像していたよりも弱い。全てを遮断して集中する。外は30度を超す炎天下、エアコンはない。吹き出る汗が止まらない。歌を誰かが歌って今まで共に歩んできた三振なしで歌ってみる。吐せましょう。そして密室で歌い続けること2時間。歌だけの方が気持ちは結構伝わる感じ。これまで三振を意識して歌に込めたメッセージは意図的に消していた。これからのパフォーマンスをどのように変えていくのか。三振奏者義母和也、伝えたい思いを確認するため故郷石垣島に向かう。地元でこれまでとは違った自分を見せることができるのか。進化を問われるステージが待ち受ける。ちょっとこう歌へのこう熱い思いがちょっと弱い。メンタル面で
強いものがないと。自分の息子だよあんたは。三線というのは みんなが集まってこう盛り上げてくれるというそれが嬉しいんです。